します。はい、そういうわけでね、ツイキャスご覧いただいている方、何事が始まったのかって、これ収録放送で、今は、今日何月何日だっけ？今日は、3月19日。あ、そうですね、19日。今日は3月の19日です。はい、19日の放送です。皆さん、そういうつもりでよろしくお願いします。今日は3月の19日なんでね、忘れないでください。はい。はい、どうもです。よろしくお願いします。自分の声の戻りってのは入ってるの？入ってるの？これ。あ、入ってるの？入ってます。はい。10秒前、はい、あ、ひどい、ぐるぐるになってる。え、始まらないです。フリーズった。あれ、大丈夫、今始まった。はい、16秒押しだね。はい、というわけで、毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイムをお届けしているアニマアニキのレデスカバ沖縄。今日の1曲目はこちら、メタリカでオーバーケア。はい、そういうわけで FM ギノアの方のね、ツイキャスでも配信してますんで、どうぞそちらのコメントください。よろしくお願いします。はい、というわけで FM 技能のツイキャスでご覧いただいている方、一体何事が始まったのかと思いますけれども、今日は、これは、いや、3月19日放送する、ものを今ただいま収録し配信中でございます。はい、よろしくお願いします。はい、そうです、カウボーイさん、今日は収録です。今本当は生放送で、生放送で、今日は3月19日です。はい、大変だよね。まあ今日はちょっとね、外のね、それは新聞にも書いてあったけど、ちょっと面白いね、洋服の色だとか、ああいうのあるじゃない、洋服に関する法律。ちょっとね、先週もちらっと話しましたけど、コスプレにもね、関わることなんでね、ちょっとこれをね、ちょっと話したいと思います。今ちょっと音楽鳴ってます。地上波では音楽だけになる予定でございます。はい、はい、こんばんはです。はい、コメントの方はね、ツイキャスの方でね、ツイキャス、FM ギノワのツイキャスの方で、コメントいただけるとありがたいと思います。ちなみに今日は3月19日という設定ですので、皆さんよろしくお願いします。収録放送です。今ね、曲がかかってる最中です。はい、途中 CM は何分だっけ？1分ですね。1分？はい。ピッチリやった方がいいの？1分入れる？15秒だけ開ければ30分終了で大丈夫です。
途中1分じゃあ CM 入れた方がやりやすい。はい、そうですね。うん、じゃあ入れよう。はい、そういうわけで今日オープニングでお届けした1曲目、こちらのお届けしましたメタリカで、オーバーキル、オーバーキルってこの曲はね、モーターヘッドの曲でね結構有名な曲でございますけれども代表作ですけれども、それをメタリカがカバーしている方のバージョンでお届けしました。この放送は地上波 FM79.7MHz FM79.7MHz FM ギノワン、そして、ね、インターネットの方ではツイートキャスティング YouTube ライブの方でもお届けしているはずなんですが、名指しさんとこの放送は流れてるのかな。今ですね19日に流れてます。流れてます、ね、はい、わかりました。今日は3月19日でございます。はい、はい、そういうわけでね皆さん間違いない、毎週金曜日のゴールデン曜日ゴールデンタイムのにお届けしてる放送なんでね、はい、ちなみにこれは収録放送です。まあ改めて最初に言っておきますね。ですからリアルタイムで3月19日にコメントいただいても読めませんので、それご了承ください、うん、ご了承ください。ちょっと下回らなかったね、うん、はい、どうも、そういうわけでね、つい数日前に、はい、ニュースで新聞だとかね、テレビとかのニュースであったんだけど、はい、沖縄県内で洋服制服、はい、学校の高校の、ね、制服で制服の下着の色、はい、肌着の色が白じゃなきゃダメだっていうのを先生が見てチェックしているっていうニュースがあったんだけど、ありましたねそれさ、あれさ、どう思う、あれ、あれ、沖縄でもこれあったんって思いました。そうなんだよね。で、はい、沖縄の場合俺がね引っ越してきた23年前、はい、でつい何年か前、今でもそうなんだけど、今でもさ、例えば村ね、村ね、はい、村、今村のこと沖縄では村って言うんですけども、はい、村とか の海側にある高校とか中学ってさ、はい、帰りみんなさ制服で泳いでね、まだ、あですね、だ男子生徒も女性とも、はい、でこれ本当に昔はなんだっけ、波の上ビーチなんかね、はい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 、高校生がよく制服で泳いでて、はい、それをね盗撮しに来るカメラマンとかまでいて、はい、そうだったんだけど、まあ今はね盗撮するカメラマンとかもねいたら、ね、盗撮やろうとかいたらみんなでね、うん、いわゆる懲らしめるというか、まあ管理人とかね、はい、注意するして割るようになったんで、今はそういうの少なくなったんですけど、どこのビーチでもいるよね、いますね、そういうねカメラでなんか撮ろうとしてる人がいたら声かけたりとか、うん、自分は一回ねおまわりさんに、はい、ちょっとカメラの中見せてもらえる、画像見せてもらえる、はい、望遠レンズで撮ってて、はいはいはい、ビーチのところから撮ってたらと、それでそしたら見せて、あ、これ撮ってんのね、だったらいいよ、何かあったんですか、それ言われて初めて警察とかもなんか警察とか、はいはい、の人がねその間違えられないようにと俺は言われたんだけど、何撮ってたか、自分の場合コアジサシって知ってる鳥、はいはいはい、アジサシ、コアジサシって、それが茶壇のね今美浜で今もホテルとかいっぱい立ってるけど、あそこ空き地だった時に、はい、あそこにコロニーがあったんですよ、そうですね、今それ全滅しちゃったんですけど、なくなっちゃったんだけども、でそのコアジサシっていうのが小魚を、はい、食べるために、はい、海20メートルぐらい上空からダイビングしてくるわけ、ドーンって。で小魚が集まるとこってどういうとこ、意外と海水浴場なんか集まるでしょ、集まりますね、ネットのとこがいるじゃない、はいはいはい、だからネットギリギリのところって人がバーッと泳ぐと、はい、その横に小魚バーッと上がるから、それを小アジサシがダイビングして撮るんですよ、はい、そのダイビングの瞬間の写真が撮りたくってもうずっと何日も狙ってて、何枚撮ってて、でそれで、あ、水着撮ってるわけじゃないのね、はしまった、そういうふうに見られてたのかと言われないと確かに気づかないですよね。そうそうそう、自分はもうそっちの方にもう、はい、それにさ、分かるかな、
ネット海水浴のネットのあるところっていうのはあるところまではもうそこ深いから、はい、みんな首から上ぐらいしか、ね、映んない、いないから、はい、水着なんか取れるわけないんですよそんなところ、はいはい、でもそういうふうにやっぱり見えるんだなと、うんうんうん、通にね、だからそれから気をつけるようにしてるんですけど、で小アジサシはまあ何枚か取れてね、まあ、いろんなところアップしたりとかしたんですけど、それでね、まあそういうのもあって、で何が言いたいかっていうと、制服ってさ、沖縄ってさ、肩振りの時もさ傘ささないじゃん、はいはいはい、肩振りってのはスコールね、スコールザーって振るスコールね、夕立すごい夕立で、肩振りの時なんかさ、みんな制服とか透けてるよね完全に、ね、まあまあまあそうですよね、ずぶ濡れになりますからね、 で、あの瞬間白い方が恥ずかしくね、だからみんな結構高校生とかも紺色とか、はい、はいはい、紺色とか、紺色多いよね、めちゃくちゃ。あ、確かに多いかもしれないですね、うん、あと、あのなんていうの、あの赤茶色っていうか、はいはい、赤い濃い濃紺だとかさ、うん、結構派手めなんだけど、逆に濡れたら、濡れた時に透けないんですよ、そっちの方が、うん、正直で、それなのに白い方、白いにしろっていう、それをなんかニュース見たら、うん、その新聞の記事見たら、男の先生が、はい、制服の中、お前、色がそれ違うぞと、あの学校の先生の立場ってそういうの教える立場なのかな、なんか俺違うような気がするんですけど、うん、うん、なんかよくわからないね、それがちょっとよくわからない。で、洋服っていうのは何を着ていいかっていうのは実は制服には定めがあるでしょ、はい、それでも制服っていうのは内地では制服って言わないの知ってる、内地、特に東京とか首都圏では制服じゃないんですよ、知ってました、これ制服じゃない、標準服。あー、なるほど。だから標準服だからそれじゃない格好してきてもいいわけですよ、はいはいはい、っていうのは簡単、あの制服着れない事情のやついっぱいいるんですよ世の中には、うん、自分の通った高校ってのはあのちょっと不良の高校だったから、はい、ビーバップハイスクールみたいな高校に通ってたんで、みんなあの喧嘩とかそれから単車でこけたとかで、はい、みんなギブスしてんのよね腕とか足とかそれで、それで標準服ね、まあ標準服着れない人がいたから、うん、いたんですよ。で、自分のいた高校ってのは面白くて、標準服ね、いわゆる制服ですよね。はい、で、標準服に関してあの面白いことがあったんです。生徒会で、はい、あの今標準服だけどこれを制服にしてくださいって生徒会で決めたの。うちの高校おかしくね？おかしいでしょ、標準服だから、はい、これを着てることがおすすめっていうのが標準服、うんはい、制服ってのはこれ着てこなきゃならないの、なのに制服になっちゃったの生徒会でこれ面白いですね、これ なんででしょう、なぜでしょう、当ててくださいちょっと、わかります、これはわざわざ帰省しないってことですよね、うん、わざわざだから全員、はい、だって不良連中なんか革ジャンのやつもいれば、スカジャンね、スカジャンのやつもいる、スタジャンもいる、自分もそうね、ビニールのスタジャン着て通ってたから、あのカッパ代わりにもなるから、うん、でなんか、うん、自分もポロシャツとか着てたんだけど、自分が高校1年の終わりぐらいに、はい、標準服から制服になっちゃったんで、はい、制服着るようになったんですよ実は、へー、あったんだけど、さてなぜ制服になったでしょう、これすごいんだわ、これは多分分かんないよ誰も、これ難しいです、これ理由が、はい、しかもその制服にする理由がすごい、生徒会どころか、あの全生徒あの全員起立座ってたやつ10人ぐらいしかいない、全校生徒何人だろう、あれ 何百人っているのに、すごい人数が多い学校で、全校生徒で1000人ぐらいいたんですよ、1000人ぐらいいる高校の10人ぐらいしか反対しなかった、なぜでしょう、はい、なんでですか、制服、いや、じゃあ、ね、これね、ちょっとじゃ CM 行ってから、はい、CM 行ってから、ちょっとね、行きましょう、はい、はい、というわけで今制服で CM の最中ということになりますそうすると31分までやればいいんだっけ、そうですね、うん、OK、だから16秒だけじゃなくてもいいんだよね、はい、もう違うよ、とかラストの曲で調整すればいいんだもんね、そうですね、
が中3だとそこの子を受けたいと思います。それが原因で制服になったとかあっても、その子生徒会がやることだから違うだろうな、うん、理由が違うんですよ、理由がトラブルを避けるためっていう何なのっていうねトラブルを避けるために全もう生徒会全生徒会一致特にヤンキーグループがもう全員制服に賛成お願いします。じゃあそろそろ行こうか。はいはい、そういうわけでね、CM やって後半行きたいと思います。そういうわけでね、まあ、うち自分が通ってた高校ね、まあ、制服の、ね、自由だとか洋服服装に関するね、法律に関してねちょっと言おうかと思ってね、今日はお話ししてます。沖縄県内でね、なんかニュースにもなってたんですけれども、先日ニュースになったんですけども、なんかね、生徒指導で肌着、ね、要するに下着ですよね、下着の色が白じゃなきゃダメっていうのがあるから、それを先生がいちいちチェックしてるっていう、ちょっとそれセクハラだよねと私は思うんですけれども、さて私の高校が、私の行ってた高校結構前ですけども、全生徒会一致でどうして制服になったのか、さあ当ててください。名指しさんとどう、これ分かった、結局分かんなかった、洋服選ぶのめんどくさいとかじゃないんですか。あ、それもねあったんですよ、それもあるのよ、はい、要するにうちみたいにちょっとはっきりうち貧乏だったんで、はい、貧乏な家庭は毎日洋服着替えないと、いけないじゃない、だってそういう学校って、はい、ね、2日続けて同じもん着てったらさ、お前昨日着てきたやつじゃんって言われちゃうんで、バレちゃいますね。でもね、それじゃないんですよ、それだけじゃないんですよ。はい、何でしょう、うん、もうこれぐらいしか浮かばないですけど、あのね正解は、はい、他校との区別をつけるため。はそれ何それって、あ、なぜでしょう、わかるかな、わかるかな、わかります、これわかりました。喧嘩するとき仲間割れしないですか。そうなんですよやばくね、うちの俺の行ってた高校って本当にビーバップなハイスクールだったんで、要するに、はい、他の生私服だとどの高校か分かんないから、はい、帰るときに他校と揉めてると他校のやつに、お前ちょっと待てよ、お前どこの高校だよ、いち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 、お前生徒一応見せてみろよとかなるわけよ、はいはいはい、ところが制服着て、で学校のバッジとかつけてれば、はい、どこの学校だって一発で分かるよ。そうすると、喧嘩の時にそう仲間割れっていうか、同士打ちがないやばくね、本当よ、これ今から40年ぐらい前に本当にあった話です、うちの高校。うわ、標準服から制服になったおかげで、でそうするなぜそうなるかって、そうすると一般の生徒が分かるから、はい、お前うちの高校ってね、隣の高校が隣接してたの隣の同じ敷地に高校が2つ、はい、中学が1つあって、はい、小学校もあって、はい、で全部くっついてるわけよ。だから、本当にこれね、その隣の高校に間違えられるんですよ。うわで、その隣の隣接してる高校っていうのが、偏差値がうちの学校よりも10ぐらい低い学校なんですよ。うわ、要するにうちも不良高校なんだけど、はい、もっとすごい不良高校なのよここがここの生徒に間違えられて、よく喧嘩売られるっていうトラブルが何回も来て、はい、それでそれを避けるために生徒会全会一致で制服が決まったっていう。それ全会一致ですね。そう、全会一致。それ以来そういう学校同士の抗争に巻き込まれるやつが少なくなったって。やばくね本当にこれ本当の話です、マジですごいやばくないこれ。まさに時代ですね。時代よ、うちの時代本当やばかった。だから今では考えられないと思います。でしょ、はい、うん、そんな理由よ、ね特攻服とかもちろんね、もうその時には生まれてる時代ですから、まあ竹の子族とか最前線期ですから、はい、ちょうど特攻服とかもバーンって出てきて、まあその頃はね、刺繍よりも書いてる書き文字のね特攻服とかもあったり、それからいわゆるね白衣あるでしょ、お医者さんが着るような白衣にそのワッペンとかガンガンつけてる特攻服っていうか、はい、特攻服もどきとかつけてるやつもいて、でそういう本当にまだねおまわりさんがね木のおっかないボッコ持ってる時代だから、棒持ってる時代交通機動隊の人は、はいはいはい、すごい時代でしょ。うわやばいんで、そんなところで、だから要するに他の高校との高校と間違えられたら困る、
だから同士打ちも困る、はい、ね。それからなんていうかな、そう制服がないと本当になんていうかな、他の高校から来たやつが喧嘩売りに来た時にドイツに喧嘩売ってるのか全然分かんないっていう、お前そこどこの高校だろう、お前ちょっと誰それ呼んでこいよとか言いづらいから、すいませんあなたここの高校の人ですかって、いや違いますけど、あそうですけど、そうですけど言った瞬間に、あだったらなんとかって言うだろう、これじゃさ両方の気がそがれるわけですよすごい怖い話じゃない。で、ね、制服は制服に関しては決まりました。でもそれでも下着だとかね、そ靴下の 色は自分のとこ白だったね、白もしくはでも広かったよ、白もしくは紺もしくは黒だったから、そのぐらい広い、広で 線が入ってるとかは全然 OK で、柄が禁止だった、柄だけが、カビなもの、柄があるもの。それでもね、うちの時代ほらスカートが長いスケバンの時代だから、はい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 、網タイツ履いてる女性といたあストッキングがやたらに網目が細かいとか、粗いとかね、薄い肌色のストッキング履くやつとかいてよく分かんなかった。あの時代はやべえんだ、とにかくイケイケですね、すごい時代だから、本当にもう高校時代のアルバム持ってきて見せたらね、なんすかこれアニマンさん以外全員全開バリバリよろしくなんてしてるじゃないですかっていう、まあそんなね高校に行ってました。で今ね、そういうね、そう制服に関してね、そういう意味が あるにしても、やっぱりそこでね下着の色までっていうのはね、ちょっとね、はい、行き過ぎなんじゃないかっていう。なんか県内にあるのかどうか分かんないけど、うん、あれもあるでしょ、女性とのパンティーが柄が禁止とか、はいはいはい、絵柄禁止とか、はい、ワンポイントまではかとか、はい、あれ誰が見んのあれ、わけわかんない。チェックしてるってことですよね。そうだよね、どっかで、はい、うちの自分の行ってた高校でもありました、そのチェック、はい、うん、カビな下着をつけてる女性とか、はい、いて風紀が乱れるってんで、チャックスカートに横にチャックあるでしょ、はい、あそこを開けさせてチラッと女の先生とか男の先生に見せるっていう。でもそれね1ヶ月でなくなったそれ、チェックはさすがに生徒が、はい、いい加減にしてくれって、はい、生徒会でドン、生徒会ってか朝礼、はい、うん、朝礼で全会一致で先生の下着チェックはやめてください、はい、うん、それで一気に通ったけど、すごい自治会とか当時はね、まだほら分かるかな、学生運動とかああいうのがね、はい、まだ強い時代でね、生徒の自治っていうのがねすごいね重んじられてた時代なんでね、まあ、そんな感じです。まあいろいろねコメントのいただいてますけどもね、ツイキャスのでコメントいただいてありがとうございます。カーブボーイさんね、夏服の時はさすがに白以外の色の下着はその人もエチケットマナー違反だと思うけど、まあその子のこと子供に言っても仕方ないと思うけどね、うん、そう、その通りっていうか、まあね、ただちょっと派手なね、なんて言うんだろう、派手なね下着でも、派手な下着ってどっから派手な下着なんだろうね、ちょっと微妙ですよね。だからね、そこね、本当にそこ本当難しいところだから、そういうところにお金かけないようにっていう配慮ならともかく、例えば洋服屋さん行くよね、女性の下着とか見る、はい、あまり見ないようにはしてるんですけど、俺なんかコスプレイヤーだから見ちゃうわけね、はい、自分も使うから自分一応これでも女装コスプレイヤーなんでね、そうすると分かるかな、吊るしてるあるブラジャーとパンティーのセットあるじゃない、はい、ショーツとブラのセットね、あれ998円わかる、そういうので売ってるわけ、1000円、はい、1999円とか上下セットで、はい、そんなのに白ある、大体ピンクとかレースのやつだよね、あ、じゃあ白のスポーツブラっていくらぐらいすると、もうスポーツブラだけで、スポーツブラほらもうこれブラだけで1000円するからね、だから高いんだよ、あっちの方が高いんだよ、安売りはないんだよ、白のスポーツブラだとか学校の学校指定の下着みたいなものは、はい、ね、その最大のもので、自分なんかこういうのをね、ちょっとすごい腹が立つんですけれども、学校指定の制服ってあるじゃない、はい、これ学校指定の制服ってなんで購入する店舗が決まってるの、あ、そうですよ ね、これはね、これ以上はね私も突っ込みませんけどね、はい、この話に関しては、まあね、では最後にね、もう残り時間3分になっちゃったんでね、ちょっとね話の内容戻してね、ちょっと、うん、まあ、戻してじゃない、この番組にふさわしいコスプレの話にしますけど、憲法で洋服は自由に着ていいっていうのを定められてるの知ってる、
定められてますよね、うん、あの権利なんですよ、はい、個人の権利、はい、で憲法違反とその制服をどっちを優先するべきだと思う。これはやっぱりもうちょっと議論するべき問題であって、うんうん、法律で学校の制服ってのはここまでは言っていいけど、ここまではここからは言っちゃダメだっていうのをそろそろ決めないと、行き過ぎた校則だとか校則を守るために、うん、先生が必死になって、逆にそれに反抗する校則を守りたくないがために必死になる生徒が生まれてくるんじゃないかと思うんですけど、はい、皆さんどうでしょう。僕もこれにはいろいろ意見があるんですけど、ね、うん、だからちょっとねそういうとこ指針決めてくれないと、学校の制服っていうのはこういうもんだよ、はい、ちなみに爪入りってあるよね。あります。あれ全国標準服ってちゃんとあるの知ってる？全国学生標準服ってちゃんとあのあるんですよ。そうなんですね。これ調べてみてください。全国学生標準服、はい、でそれどこが認定してると思う？どこですか？あのなんだっけ、昔の文部科学、今の文部科学省、はい、文科省が文科省検定してるんです。ちゃんと認定してるんですよ。そういうのがあるんだから、それを標準服にしていいじゃない、だったら、はい、ね、で沖縄の場合でも沖縄県の標準服は、沖縄県の中学生の場合で、ね、爪入りの、標準服は、全国の標準服に、準ずるって書いてあるのに、全国標準服を自分が内地から買ってきてこっちで、うちの息子にね着せようとしたら、これはお前どこで買ったんだって、うーん、いやこれは父ちゃんが買ってきてくれました、ダメじゃねえか、どこどこで買えっていう。なんだかねこういうのに関してもね、皆さんの中でねどん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 ちょっと考えていってもらいたい問題だなと思ってます。はい、そういうわけでね、時間がね、時間も時間なんでね、今日はねこの辺でということで、残り時間 1,2 分になってしまいましたんで、そういうわけで今日のこのクソネタどう？いや僕もこれ結構いろいろ思うところがあって、うん、先生が直接じゃ あのチェックするわけにはいかないかなってことで、うん、下着とかだった場合じゃ申告制にするとかっていうのも、うん、なんか生徒の教育に良くないんじゃないかなっても思うんで、まあそりゃそうだよね、はい、だから制服自体はやっぱ標準服とか、そのこれがこれを着るのは望ましいぐらいに留めた方がいいんじゃないかなっていうのは僕の意見です。本当にそう思います。私の意見です。であんまりひどい花の着てきたら、それなんでなんだっていう理由を先生がじっくり聞いてあげればいいじゃない、はい、それが教育だと私は思うんですけれども、うん、皆さんはどうお考えでしょう。そういうわけでまた来週、まったろー、さよなら。はい、そういうわけで、はい、音楽ちょっと長めにしとこう。まず30分ってなってないから2分ぐらいまでかけとこうか。はい、はい、そういうわけでね、髪の毛ごちそうさまで、どうもありがとうございます。俺のツイキャスで見てる方、それからツイッターのね、ゲームミナーのツイキャスでご覧いただいている方、どうもありがとうございました。そういうわけでまた来週、またのーって、また来週じゃねえや、今度の金曜日聞いてください。僕8時からやってます、サイバルラジオ、リスラジオ、リスラジオ、リスラジオなんでね、ぜひ聞いてください。あの音楽のも全部楽しめますんで、そういうわけでよろしくお願いします。それではまたね、もうちょい制服ってどうせ軍隊残りでセーラー服は海軍で、爪入りは陸軍で、まあそうなんだよね。だからそれを何度でも沖縄の場合、それでさ、かりゆしウェアにするっていう高校が出てこないのが不思議だから、いいですね、かりゆしウェアにしろよっていう、いいですね、なんか大丈夫なのかなと思うけど、なんかね、さあどうなるでしょう。クールビズに乗っかって、クールビズに乗っかってね。でもそうすると柄が統一されるのかな。あ、なんか怖いな、白と黒の柄のあの下流したら、なんかお葬式みたいな感じ、危ないな、もう礼服じゃねえかって感じになっちゃうんでね、うん、はい、そういうわけで、また来週、おいでは、ありがとうございます。はい、最後フェードアウトしておいてください。はい、はい、はい、ね、はい、どうもありがとうございます。